はい、じゃあ4グランプリ目ですね。こっちじゃない、4グランプリ目、最後はガチレースということで、皆さん本気モードで来ると思います。これ以上本気モードだったらどうなっちゃうんでしょうか。リュウさんいいな、その顔かわいい。ガチンコ誰使おうかな。まあそんなに選択肢はないんですけど、まああと当たってないコースどこにすっかな。まだ始まんないかな。 OK 待ちかな。サジさん準備できたかな。はい、戻ってきましたね、サジさん。はい、じゃあクッパジュニアでいきましょう。で、インターセプターではなくてドルフィンキックのマニュアルドリフト。もうすっかりカート使わなくなっちゃいましたね。ゲストが、はい、一番自信あったんですけど、ドルフィンキックで使いやすくなったらもうゲストで曲がれなくなっちゃって、そして遅く感じるっていうね。まあみんなレート8000台、8000なんか到達したことないですね僕。7500が最高じゃないかな。ここはもうみんななんかがっつりものすごいとこを選んできそうだな。タイムアタックで競られるようなところ、まあまずはまだ当たってないところを基準に選んでいきましょう。カラカラ遺跡か、あそこは毎週コースが変わるからな。やっぱ一番最後はレインボーなのかな。どうなんだろう。そういや類差やってないけど、みんなそっち行くんかい。わあ、雲がいる、雲がいる。よし、運よく取れた。ふい、うわっ、うまいわ。こんなことしてる場合じゃないんじゃないの俺。もしかして、わっ、誰か無敵を落っことしたよ。あれ、ジャンプアクション失敗した。よいしょ。あれ、ボックスが取れなかったしな。わわ、やべ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 。なんかずっと同じような順位をうろついてる気がするよ。どうだったんだろう、今の選択は当たりだったのか外れだったのか。うわ、まあまあまあ良かったんじゃないの。おお、上飛んでった。よいしょ、ショートカットキラー。ほれ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 、みんな避けて避けて、キラー様のお通りじゃ。クッパジュニアとかマジでキラー使いそうなのかな。見てて見てて、よいしょ、これで突っ切る。ほい、おやった、パウも効かないんだ。
適当に落っことしてきちゃった。あー、上位食い込めなかったか、残念。わー、真ん中ですね、真ん中ですねっていうのも安直な実況ですけど、まあまず5点、5ポイントゲットしたので目標は20ポイントかな。果たして、クッパキャッスル64とかにしたい。お、これは結構当たる確率は高いんじゃないの。クッパキャッスルの普通のやつもいいな。う、そこでピーチガーデンに行っちゃうんだ。 DS の頃のコースですね、懐かしい。ここはもう、わ、予想通りというか、なんというか、さてさて、そこを置いて木彫りを食らった気分です。後ろにファンキーが2人いますけど、まあまあまあ、ピーチはこんな危険なものを飼っているんですか。まあ、ピーチには懐いてるんでしょうね、きっと。お、前のファンキーが同じルート通った。よいしょ。超ワンワンが自由に遊んでますね。わあ、危ない危ない、ワンワンに引かれると、うわあ、ワンワンが大変なことになって、大丈夫かワンワン。ウェイ、危ない危ない。なんかさっきからキノコ3個しかゲットできてなー、危ない。なんか止まって、あれ取れなかった。さっきからうまくドリフトが決まんねえな。ドリフトじゃないや、何こういうの、ウィリーか。ドリフトはこっちだ、さっきからやってる。おお、危ない、負けんよ。お、これで1位は、1位というかゴール前の人を足止めしていてくれていれば、おっしゃ、いったんじゃね。綺麗にあそこで足止まってたな。やったー、やったー、頑張ってるね、健闘してますよ。お、危ない危ない、もうこのカーソルがね、危なすぎる。やりたいところとしてはここなんだよな、ここ面白いんだよな。あ、64のクッパキャッスルが来ましたね、いよいよ。
楽しいんだけど難しい、テクニックが必要だから。正直遅いです。待って、みんな待って。お、内側が開いてたか。おーおーおーおお、アイテム、偽アイテムが。よいしょ、グリーンと曲がった。あったあった、すごい。戦闘集団から離れて、あ、うおー、危ない危ない。うわ、キノコが。キノコが怖すぎた。ほい。なんか自分の実況は効果音しかないのかっていう感じですね。ほいとかほれとかとみたいな。わあ、また取れなかったし。サジさんうまい。よいしょ、よいしょもよくあるな。あ、キノコが真横を通ってった、通ってったつうか俺が通過したっていうか。早めに使っとこうかな。ここでに連続。あら、かわされちゃった。あ、このコースはまずい。危ねえ。あー、まずかった。どっちだよ。あー、ちょっと後ろにつかせて。あ、避けられた。ここはアイテムを取りたい。目の前にいる。あ、でもガードが硬い。当たってない、臭いな。さっきからドリフトを崩されまくりだわ。あ、ドッスンが。なんかもう最近のドッスンは落っこちるだけが芸じゃなくなりましたね。最近どころじゃないですけど、結構前からですが。ドスンドスン落っこちるからドスンだと思ったら、もう最近スライドドスンがいっぱい。あー、これは抜けないなー。あ、サジさんにまで抜かれた。頭抱えちゃった。ごめん、クッパジュニア。もうちょっと頑張るよ。リーフさん、圧倒的だな。はえはえ。さて、ラストですね。ということは、あそこなのかな。ここはもう好きなコースを選ぶ人と、レインボーを選んだりルイージサーキット選んだりする人とが分かれそうですね。どうなるかな。あれ、一人いない。気づかなかった。そしてマリオサーキットを選ぶか。わー、ジャングルパーク。うわあ、ほわ、ラスト頑張るよ。よし、ドリフトを崩しに。ドリフトじゃない、またドリフトじゃん。
なんだっけ、ウィリーと間違えた。おお。よし、着いた。頑張ってね。あれ、いつもはね、おぼろさんにね雲を映されてるんで、今日は逆に。わっ、スター界輝いてるね。あれ、なんでそんなスタート早いの。あれおかしいな。キノコでも持ってた。危ない。スターにはスターで対抗じゃ。うわあ。まあまだ2周目だからね、なんとでもなるよね。あら、あれキノコだったじゃん。ごめん、おぼろさん。このレースはおぼろさん引きまくってんな。これでも、もうすぐ追い上げてきそうだからな、早いから。お、つよしさん、前にいる人が標的ですよ、つよしさん。前にいる、正確に言うと前にいる知ってる人が標的になるんですよね。あれ、おぼろさんもう前にいる。早え。パウかよ。うわ、アイテムボックスももう出てなかった。あれ、サジさんが落ちた。はい、というわけで最終レースでしたね。皆様ありがとうございました。そして最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。We'll be right back.